てみるよ。今回ご紹介するのは東京マルイライトプロシリーズ電動ガン HKG36C。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、どうもデメリューです。なんですか、どうしました。今ですね、ちょっとですね、展示されてて長いことですね、綺麗にされてなかったのでですね、綺麗に今しながら、やってたんですけど、撮影前にやれっていう話ですよ。そうなんですね、撮影前に直したのはこちらですね、さっきでもこの前のね、さっきの動画を見ていただければ分かると思いますけれども、後ろのね、バックスクリーンをですね、デメさんが下の方を踏みまして、バシッとこう全てね、上で止めてるのが全部外れたというね、ちょっとね、ハプニングありでね、カメラ止めないのがね、恐ろしいですよね。ずっと撮ってますからね、はいはいはい、さあ、今日もですね、生配信の方をしながら、本編撮影をしていってるんですが、はい、撮影舞台裏ということでね、今も皆さんね、ちょうどお昼休憩が今終わっちゃってね、皆さんお仕事に戻ったりされてる方が多いと思うんですが、まあ見てる人は見てます、はい、皆さんね、見ていただいて、見てる人は見ています、はい、であとはまあ動画のね、本編の方を見てる時にちょっと舞台裏はどうなってたのかなということでね、そちらの方をご覧いただければね、デメリを2倍3倍、楽しめる作品となっておりますので、ぜひぜひ、概要欄の方にリンクがございます。こちらの方をご覧くださいと。終わりました。この下りをちゃんと説明しないといけないで、でですね、2月からですね、と千葉もですね、条例が入りまして、18歳以下の子、18歳以上の銃を、持ってはいけないと、いうことになりましたので、じゃあスポットを当てるところをこう、今まではちょっと見ててね、手に入った場合もありますが、ご両親とね、許可があったらうちも販売できたりもしたんですけども、完全に今はできない状態なので、はい、そういった若い子たちもサバゲーにちょっと触れ合ってみてもらいたい、銃で遊んでもらいたいというのがちょっと思いがありまして、ありまして、今回ちょっとライトプロシリーズをですね、ピックアップしていきたいと思いました。はい、それじゃあ行きましょう。はい、本日ご紹介するのは東京マルイ製 G36C ライトプロでございます。ライトプロシリーズは今まで1回しかやってないんですけども、今回ちょっと力を入れていきたいなと思いまして、若い子見捨てませんよ、将来のこれですよそれ見捨てるとか関係なしですね、将来これをいっぱい落としてくれるかもしれない、まあそんな中で、あのデメリューを見て僕はずっと続けられたんだっていう、デメリューを見て育った世代、怖いですよ。怖いですねみんな気候種みんな叫ぶ気候種気候種気候種、種族、みんな暴れる、切れる、叫ぶ、噛みつく、最悪だね、普段のデメさんですね。そういう風にならないようにね、こう反面教師をしてみてもらいたいと、ただでもサバゲーという遊びを僕は本当若いうちからやらせてもらってて楽しかったので、若い子にもぜひそれをやってもらいたい。で、銃が好きだけで持ってていただ持ってるだけでも楽しいんですけど、ぜひ遊んでもらいたいというのが、本当に心から思うので、だったらワンメイクでできる銃、そういうパワーの規制がしっかり取れてる銃で遊びましょう、今回ですね、ライトプロシリーズですけども、ボーイズライトプロ銀弾、10歳以下用の銃ですね、
10歳以上用か以上用ですね、10の10で遊んでもらいたいと思ってますので、はい、その中でも人気がある G36C というモデルをですね持ってきました。こちらですね、簡単に言うと未来型のホルモンをちょっとしてるんですね。未来型、M4A1AK47 っていうのは、現行で今も定番ですけども G36C というモデル、これヘクラルコフはいが実銃で出してる、まあ、いろんな言い方があると思います。 HK とかね、ヘクラ&コックっていう人もいますし、ホっていう人もいますしね、はい、まあ、いろいろあると思いますが HK です。 HK です、はい、で、HK のコックデザインとかこの、なんですか、プリントとかっていうのは視野的に見やすいものが多くて、シャー視野的に見やすいのがあってシャー、視覚でですね、こう一発で分かるようになってるというのが、はいはいはい、まあ、MP5 とか G3K とかね、そうです、そうです、もう似たような、字がちょっと読みづらい人とかにも分かるようにですね、はい、あ、まあ、デミさんの場合はちょっとあのね、こうちょっと湾曲してますから、湾曲してもちょっと、え、うん、センターで捉えればいいよね。ああ、じゃあ、ま、このマークも大丈夫ですか。今見えますね。あ、大丈夫、これつけると何やってんだかよく分かんなくなる。あは、あは、さて G36C、サイズがですね、ミディアムサイズなんですけども、これボーイズと違ってフルサイズで作られてるんですね、フルスケールと言われてるもの。あ、はい、はいはいはい、あの元からこのコンパクトな実銃も、はい、このコンパクトですよっていう話でございますね。で、ミディアムサイズのモデルになってて、はい、まあ、ストックこちらですね、折りたたみが可能なんですね、はい、こちらボタンを押すとペコって折れます、はいはい、そうするとこのようにコンパクトになって、はい、まあ、構えるとき片付けしませんけどこういう構え方ができる、まあ、持ち運びですかね。そうですね、ストックあった方がやっぱサイティングしやすいので、きちっと狙いやすくなっていると、はい、いうことで、このストックワークの使い方、持ち運びのとき折りたたむんで運ぶときも楽ですよということで、あとスリングフックこちらちゃんとついてます、スリングかけたい人、はい、ちょっとこれはあの特殊ではあるので、かけるときにちょっとスリングを選ぶことがありますが、キーリングとかね、つけたら、一回つけてもらった方が取り外しとか、うん、まあ、楽だと思う、やりやすいかなと。で、こちらですね、ライトプロシリーズに限ってなんですけども、電池で動くんですね。あ、電池で動くんですけど、電池が買えないっていう時あるじゃないですか。電池が買えない、お金ないよと。でもサバゲー誘われちゃった、うん、どうする、ええ、ライトプロシリーズだったらコッキング機能がついてる。電池その時は買いましょうよ、ね、電池切れちゃった時にあと一発打ちたいっていう時はでいいんじゃないですかね。電池がね買えない、いや、そんな、なかなかないでしょう。そうするとコッキングで打てるっていうですね、ええ、機能がついてまして、はい、チャージングアンドル引いてあげて、はい、奥までちゃんと引いてあげると、はい、こうやって打つことができるので、はいはいはい、こういう運用もできるんですね。電池がなくても一応打つことも、打つことは可能コッキングでね、はいはい、で、セレクターなんですけども、コッキングの場合はセミオートオンリーです、はい、電池を使って電動で動かす場合はセーフティー、セミオート、フロート、ちゃんとこれもね、機能しますので、コッキングでフロートはできないね、できませんね、エアを一回一回こう自分で圧縮しなきゃいけないので、で、電池を使った状態で今打ってみましょう。こういうレスポンでフロート、あとフロートもね機能してますんで、はい、で、これね、ハーフトリガーやめてください。よくは多いんですけど、トリガーを途中で変な位置で止めちゃう、はい、やって打ち切らないで止めちゃうっていう、うん、そうすると故障の原因になりやすいので本当に気をつけてください、うん、で、耐久度が低いです、うん、生きちゃいけないんでしょうけど、うん、結構壊れやすい機体なので、はい、子供さんがお使いになった時に、結構バーって無茶にトリガーを引いたりすると故障しちゃったり反応したかったりすることがあるんでお気をつけください、で、電池をどこに収納するかなんですけども、電池こちらのピンを抜いてもらいます、はい、まあ、G36 だとまあここがねやっぱ多いですよね。そうですね、はい、ここのピン抜いてもらって、はい、抜ききれないんですよね、そこで止まるようになってる。あ、取れた、取れ、はい、まっすぐ前に抜いてもらうと、電池がここに、炭酸を5本、炭酸5本で、5発、先発近く先発近く、先発、もっと打てないので、これ電池力、このカバーあるんですけど、はいはい、このカバーも外してください、こうやって、あ、はいはいはい、そうしたら電池が入るようになります、はい、
で、向きがこれプリントされてますんで、その向き通り入れて、なるだべ、なるだべっつっちゃった。なるだべ。なるだけ、メーカー製の電池を使った方が作動が安定します。メーカー製、100均で買うんじゃなくて、で、パナソニックとか、なんかこう電機メーカーの有名なところのを使った方が、間違いなく作動が安定します。で、エボルタって結構あったと思う、ちょっと電圧が高いです。でエネループとかも結構使われるらしいんですけど、はいはい、充電池、はい、何回も使う人はエネループでいいんじゃないかなと。あ、弱いやつじゃないとダメでね。エネループでもあの強いやつがダメって言われてますね。ありますけど、それじゃなくて普通のやつでやった方がいい。これマンガン電池とハルカリ電池は大丈夫ですか？マンガンは作動がしない場合があります。まあ、100均でね、まあ、売ってるには売ってますから。で、電池を選びがしない。選びが大事です。はい、あのマンガンと反応しない時はありますんで、はい、ハルカリを使ってください。5発しか売ってない。そうですね。あるかもしれないね。5発行かないで、私はね。なことはないと思うんだけどね、ちょっとね。ボーイズのレビュー上手くなったもん。あ、そう。前なんて。何喋っていいのよっていうぐらいだったんですけど、はいはい、ピンをねちゃんと戻すときはあの、はい、割りピンのも、ようになってるんで、一回縮めてまっすぐ入れて、はいはいはい、でちょっと広げると良いと思います、はいはい、抜けないようにね、抜けないように、はい、はい、で、タダソーマガジンがこれついてるんですね。なんとこのライトプロシリーズだと、純正で多弾層がついてるんで、下にゼンマイがあるモデル、はい、大人が使う18歳以上のモデルの多弾層マガジンと同じような仕様になってます。で、入るマガジンの弾数なんですが、これ結構すごいんですよ。あのさらに俺すごいこと言っていいですか？それいつからですか？わかりません。さっきのだと思うんですけど、取れてるでしょうかね。もう一回ちょっと外してもらっていいですか？大丈夫ですかね。はい、今外してみましたね、はいはい、あ、でもう大丈夫です。そのままで多分そうだと思いますね、はい、で、こちらの方がですね、230発の仕様となってますので、こちら蓋開けてもらって BB 弾を流し込んでもらいます、はいはいはい、そうして下のゼンマイを巻き上げると BB 弾が巻き上がってくると。で、これ使うときは、保護者と一緒にですね、説明書を一度読んでください。お、ちゃんと理解して使わないと上から入れると故障する原因になるんで、はいはい、しっかりとですね、ゼンマイを巻き上げ、巻き切ってから使うと、うん、そうしないと弾出ないっていう故障だなと思っちゃう場合があるんですけども、実際はゼンマイ巻いてないだけだったりってこともあるので、うん、よく確認してください。はい、今ありがちなのこのちゃんと巻けてない、はい、電池のプラスマイナスが逆になってる、うん、この辺が非常にトラブルシリーズではね、打てないっていう場合が多いですね。多いですね。ここを気をつけてと。ここ気をつけた方がいいですよ。本当デメチェックポイントのポイントです。はい、出てきました、はい、そうなんです。先に言っちゃいましたけどね、今ね。これは重要なチェックのところでして、はい、で、こちらレール 20mm レールがついてるんで、なんと本体が1万円ぐらい、はい、1万円するスコープを載せることができる。それ以上でももう可能だ、スコープだけ俺のはレオパだとかさ、スライスだとかさ、30万クラスこれにいりますか？それがまあとりあえずね、光学機器にはそういう規制が入ってないの、ライトだったりグリップだったりも、まあ一応つけることは可能だと。20ミリフォアグリップも可能なんで、ただ、僕はあえて言いたいのが、これはレーザーはやめましょう。おレーザーは子供同士の時もそうなんですけど、大人同士でもレーザーってですね、トラブルの原因になりやすいんです、はいはい、要は目に入ったら危ないよと言われてるのがあるので、レーザーはやめて。デメですか？レーザーはやめて、フラッシュライトぐらいにしましょうね。フラッシュライトぐらい、はい、目に入った時デメです。フラッシュライトぐらいにしましょうね。間がデメの時になんて答えようかなと思って、とりあえず流すっていうね、はい。これレールプラですよね。プラですね、はいはい、だからグリップとかつけちゃうとめげる、めげるが分かんない子が多いじゃないか。あんまり負荷がね、力がかからないようなものがいいかなと。このレール今金属だな。金属、うん、おう、じゃあある程度は大丈夫ですかね。だから本体側がプラですもんね。こっちがね全部樹脂なので、はいはい、まあ、あんまりそこを持ってぶん回すとかは分回しちゃダメですね。やめた方がいいと思いますね、はい、で、ホッパープの調整なんですけども、これもついてます。 0.12 の BB 弾が推奨なんですけども、こちらにダイヤルついてるんですね。プラスマイナスって書いてます。はいはい。で、このダイヤルを回してあげることによって、ホッパープをかけて通る。これさっきコッキングも一緒の位置ですけど、コッキングよりは
浅くて大丈夫なんですね。根元まで行くと、はい、骨、はいはい、で、サイトもちゃんと可変式です。はいはい、このようにですね、ポイントの仕方が変わりますんで、うん、ピープサイトみたいな使い方ができたりとか、はい、タンジェントサイトみたいなのみたいにできると、まあ、かなりこうギミックとしてはもうですね、価格以上の性能を持っているものなので、ぜひぜひ使ってみてもらいたいなと思いますが、さて、マガジンキャッチここですからね。マガジン抜くとき、これはまっすぐ入れて大丈夫です。 G36 は AK とかは前引っ掛けなきゃいけないんですけど、うんうん、G36 はまっすぐで構いません。はい、多段層はあのオプションでまた販売してますね。るんですが、これまたくっつけることが一応可能なんですね。その横に、あ、いいとこ気づきました、これ可能です。連結がね、はいはいはい、あのそのまんまマガジン買うと横に連結可能ですが、まずそこはプラですね。プラですまあフルサイズ の普通のね、スタンダードの電動ガンとかも、うん、次世代のやつもそうですけど、ここはちょっとね、まあつけられますけど、あんまりおすすめはしないかなと。あの衝撃でね、変な負荷かかると折れちゃう時は、それは5個も10個もつけてる人たまーにいらっしゃいますね。いらっしゃいますけどね、もう絶対危ないすぐ壊れちゃうからやめてって思うよね、はい、そういうのありますから注意してください、はい、さて、スリングのね、3箇所、こことこことあとここ、はい、でここにも1個あります、はいはい、5つついてるんで、これは自分の体型に合ったところにかけてください、ね、はい、さて、長さを測りましょう、重さを測りましょう、はいはい、音を測りましょうと、決まり事が多くなりましたですね、本当に。5メーターメジャーで今日も測れますか、大丈夫ですか、足りますか。こんな両手伸ばすと170近くある。あ、すげえ。ここからここまで多分170ぐらい、うん、結構ね。じゃあデミさんは170までは手で測れるってことでいいですね。理屈的にはそうだけど、性能的にはひどいよね。さあ、はい、長さですけども718mm、うん、71.8cm、うん、ですね、はい、折りたたんだ状態でいきましょう、はい、これね、あ、いつものくだりやっとく、ボーイズだけど、うん、これ、こっちからこう、蹴っぽっちゃうと、蹴っぽっちゃうと、はい、ね、ここのパーツ壊れちゃうから、はいはい、こっからのテンション気をつけてください、はい、引っかかってんのこの部分だけなんで折れちゃいますから、あの例えばこう持ってね、下でかがんで立ち上がろうとしたら、こうバンってぶつかったりしたら、はいはい、あの折れちゃうことがあるんで、本当にここの部分、支点になる部分、その部分でお父さんを殴らないでくださいと。そうですね、ここ持って、はい、こっち向きで殴るとやばいんで、こっち向きで殴って、殴ってください、はい、そうしないと殴っちゃダメだっつーの、気をつけてください、はい、すいません。ロックもいいですか、ロックもあのパツっていうのも解除ないんですか、それ。ちょっと持ち上げる感じなんですけど、これの場合はあんまりそんなに深くは考えないんで、ね、少し持ち上げてあげると、はい、で戻す時もバチコーンとやるんじゃなくて、ゆっくり、ね、まあ、上げるといいです、はいはい、で、今折りたたんでしょうね、次ね、はい、そうでしたね、はい、で、それで思い出したんですよね、はい、はい、もう500ないかもな、お498とか、はい、500ないぐらい、はい、縮めるとバッグに入れやすくなるからね、あのガンケース買うお金なんかでもリュックサックとかにね、入れて、多分銃口だけ突き抜けてる場合がありますけど、そしたらその袋なんか袋かけてあげてください、はいはい、あの結構移動するときワイルドにこう出てるときありますけど、なんか袋100均とかだといいんで、その袋かぶせるだけでね、相手への威圧感って変わりますから、はい、はい、それじゃあですね、高さいきますけども、マガジン入ってます。これマガジン入れたまま移動するのはあんまり良くないというか、危ないこともあるので外してください。はい、はい、今致し方なく刺さってます。致し方なく、一応測るのにね、265ぐらいかな。お、うん、まあ、リュックサックに入っちゃうね、簡単に、うん、このまま入れれば、こうストンって入れてあげればいいと思います。はい、さて音も測ります。お、ボーイズなので、過激な音はしていないと思うんですが、一応念のため測ると、はいはいはい、とある組織がずっと言い続けるんで、ええ、あの別にいいんじゃないか、はしょって思ってるんですけど、
なかなか今日は新人の方が今日はさっき2回ともあったって、今回もまた新人の方なのかなと。ちょっと私会ってないんで、なんだかよくわかんないんですけどね。丁寧よ、いつもより丁寧よ。 丁寧度は高い、ふてぶてしさは、マースの人が一番かな。そうなんですか。そうです。室長は無駄にこなれてきて、出演長い。タラちゃん何言ってるかわかんない。で、今回の多分新人さんは、営業職を兼ねてやってるみたいな感じ。なんかやらされてる感もあるけどね。まあなるほどね。まあ、ね、まあ、ちょっと呼んできますね。なんかね、個性派ぞろいというかね、個性なのかね、あれはね。で、なんでさ、いなくなったの見計らってくるかってのが分かる。浦さんで誰？いや、知らん知らん、そんな人終わってないから。あの170って腕伸ばしたバカ、違う。あ、クマちゃん、これの人。はいはいはい、聞こえてるから。170の人。あ、170さん。そうそうそう。一回聞こえてたから。そうだ。申し訳ない申し訳ない。口悪いんだね。いや、どうでもいつも喋ってるからさ、そこつまんでいかないと。これ面白くないでしょ。もう、なんだかね。あ、そう、まあ、それ測ってよ。まあ、よいしょ。よいしょ。じゃあね、次のところ行きますよ。はい。あら、意外と。じゃあもう一回。もう一回、はい。お、101.6。こんな高いことか。セーフティーがね、これ右側は効かないんで、ね、左側だけです。アンビじゃない。もうちょっと右側、耳側の方がいいかもしれないですね。はい。おー、103.1。そこ超えてんの。はい。はい。107.3。109.1。 お、じゃあ機関部行きましょう。これも普通の M1 とかと変わんないなり方してるな。はい。103.6。フロート行きます。106.1。なんかフルサイズ電動ガンと変わらないね、音がね。迫力ある音にはなってるんだね。まあ170cm のバカがこう一生懸命打ってるからごめんなさいね。自分で言ったんだね。そうそう。いやご苦労様でした。はい、じゃあどうもありがとうございました。早いな、綺麗。もうスパッていなくなった今。なるほどね。もうあれだね、もうどうしようもない。あの組織でまともなやつと会ったことはない。全員ね、おかしい。あ、ね、一人一人の個性が立ちすぎてね、扱うのが難しくなってくる。まあでも、なんか天下り団体っていう話が聞こえてるから。天下りすぎだろっつ。まあ元がどういう組織だったのか分かんないですけど、どっからの天下りなのか分かんないけども、だいぶ天下ってからの、そのね、一応俺聞いたのは、銃だけじゃないって言ったらね、測ってくれっつったら、僕らは測ってそれをあ、まあ、よくね、いろいろあの季節物で測りに行くっていう話がね。こいのぼりのパサパサいう音とかも測るんでしょうね、きっと。ああ、なるほどね。なんかもういろんな騒音に対するもと、あの雪が降ってる音はいくつだ、雨音はいくつだとかいろいろやってるんでしょうけど、いるか、その団体。やっぱ騒音っていうこと でエアガンの部署でいつも来てもらってるってことだもんね。もう4人もいるんだよ。いや、もうやっぱ力入れてんじゃない。俺4人も会ってるよ。まだ会ってない未知なる人が多分いると思うんだ。俺は毎回会って、他にもいたんじゃなかったかな。俺はその人たちと会って会話をして測ってもらうんだけど、やりづらい相手もいるだろう多分。で、なかなか俺はオールマイティにこなせということなんだ、これは。まあなんかね、続く、まあしょうがない。向こうもいろんなパターンで来てんじゃないの。やっぱあの単純に測るだけではやっぱ面白くないっていう。ボケをかますな、ボケを。さあ、まあもうしょうがないから、あそこの団体はもう秘密結社ってことでいいから。はいはい、さて、重さを測っていきたいと思いますが、はい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 、ボイスのモデルなんですけども、ちゃんと重量がね、しっかりあると思うんですよ。
持ってた感じもしっかりと重量感あるなって。全国のスラサーの皆様お待たせいたしました。小指、今回はねデミちゃんの小指にかける思いが重いですね。これね、軽いものの場合は小指ってなってますからね。小指でも測らされるようになってきたんですよね最近ね。あ、でも小指結構きついなこれな。はい、今吊るしております。お、あ、お、止まりましたね、ビシッと。1850g、 1850、ほう、結構重いですよ。 1.8 キロあるんですから。で、これ電池が入って弾は入ってないですけど、1.8 キロ小指で吊るすのはね、真似しちゃダメだよ。子供はね、特にね、できてない時に吊るしたら折れるからね。そうですね、まあおでめさんのようにしっかりとね、日頃の鍛錬がね、その指にね、鍛錬なんかしてっかな。まあ、常に工具を持って、工具持ちますね、トレーニングしてますから、まあね、この吊るすだけのために一生懸命トレーニングしてるんでね、お金を稼ぐためにやってる。ああ、そうなんですか。そうそう、吊るすためでお金もらってるんじゃなくて、銃をいじってお金もらってる。デメリューは吊るしばかりをオリンピック競技に目指して頑張っております。今回もこれね、でも 1.8 キロあって外装もしっかり作られてきて本当に良くなってると思うんだけど、はいはいはい、ただ俺毎回思うんだけど 0.12 段を使った時の安定性がね、ちょっと不安ですよね、また今回も。それを実写でどれぐらい、これ12なんだ、12なんですよ。でこれ撃たれてみてね、実際ゲームで撃たれたらどれぐらい痛いかっていうのもね、ちょっとやれると思うんで、はいはい、今回は特別と撃たれますよ誰かが。特別にというか毎回打たれてる人はたまに、今回縦なしです、うん、あ、縦なしでね、どれぐらいのヒットの距離で分かるかっていうのをちょっとやってみたいと思うんで、そしたら大人でいてっていう、子供でもねいてで済むかもしれないっていうのもちょっと測ってみたいと、うん、ちょっとねあんまりやってないんですけど、本当はやんない方がいいんですけど、ちゃんと安全を、監修してやりますね、専門家が、ということなんで、怪我はしないようにしっかりやりたいと思います。はいはい、あとね、デメちゃんの裸で乳首を打つシーンが見れるかもしれない、ね、それは多分危険なので、ないと思います。ないですか、ないんですか。実写パートの方で、はい、どうぞ。よーデメー、はい、どうしたんだよデメちゃん、ツッコミが弱いじゃないか、いつももっと激しいツッコミなのによ。デメちゃん、デメちゃん、どうしたの、どうしたの、デメちゃん、デメちゃん、デメちゃん、ちょっとずれて、髪の毛が出てる、デメちゃん、デメちゃん、髪の毛が出てる、それはダメだ、デメちゃん、今日紹介する銃は何かな。さあ、皆様にお見せして、何でしたっけ、G36 でしたよ、マージンが入ってて、ママジンが入っちゃう。大丈夫デメちゃん。はい、今日は何の銃の紹介ですか。対象年齢10歳以上の、はい、でもそのくだりは上でやってるんだよ。ね、あ、そうでしたね、だから、うん、その銃の弾速を測るな。なるほど、なるほどね。じゃあ弾速の測定、先輩さん。じゃあ、先輩、よ、デメちゃんの番組でしょうよ。いや、デメちゃん、デメちゃん、ちょっと打って、打ってみて。どうしたんだよ、なんで忘れてるんだよ。え、なんで忘れてるんだよ。じゃあ、はい、はい、はい、ってみてください、はい、お願いしますよ。まあ、教わってる。はい、じゃあ、ダンスお願いします。ゴー、ジャンプ、ジャンプ、出てない、ジャンプ、ちょっと、向こうに向けて、向こうに向けて、向こうに向けて、はい、セミで、はい、ちょっと、フルボートで、どうぞ、いや、弾上げ、巻いてる。あ、弾巻かない、たまらない、あれ、上でレビューしたんじゃないの、デメちゃん、デメちゃん、上でレビューしたんだよね。大丈夫？デメさん、デメさん、ちょっと、猛録しちゃうんだけど。
まだ早いじゃないですか、もう6000人。出てきた。出てきました、まあ、いいですか、はい、じゃあ3発ね。はい、発射。お、いいですね、いいですね。はい、じゃあ、セーフティーください。セーフティーください。セーフティーください。はい、はい、じゃあカメラにお見せしてください。どうぞ。でで47.61。はい、ちょっと断層計が緩んじゃったから。緩んじゃったね。なんかね、これ結構問題になるんだよね。で、まあ、箱しながら。よし、はい。じゃあ、もう一回お願いします。デメ先生。はい、はい、まあ、マイクで拾っちゃいますか、これ。47.12 ですね。はい、今、補足をちょっと入れながら、はいはいはい、どうですか、10歳以下用の、10歳以上用の塾としては、この断層はどうでしょうか。わかりませんね。わかりませんか。わかりませんか。補足でね、拾ってるってことだから。はいはいはい。そう。現場で見たときは、そんなに貼らないと聞こえないですから。こんなもうこんなことでしたよ。あ、なるほどなるほど、はい、わかりました。じゃあ強くしに向かってちょっと打ってみようか。じゃあデルさん、まだこのままこれで行くんですか。このまま行くんですか。じゃあ強くしに向かって弾道の方をね、じゃあちょっとデメ先生お願いしますよ。デメ先生、猛録したのかと散々言われてますけどね。あれですか、デメ先生、どこ狙いますか。うーん、どれあたりでやるんですか。強くしに、じゃあ、UA の方ですね。お願いします。どうですか、弾道の方は。あ、見えてないんだね。なるほどなるほど、ね、あ、じゃあ自分でやりましょうか。じゃあすいません、なんか僭越ながら、あの弟子の私がやらせていただきます。本当に申し訳ございません。じゃあちょっと強しくんの方にね、ちょっと縛り上げてください。いきます、発射。ちょっとドロップしますね。ね、立ち向いて、どうドロップしますね。ホップ調整すればいい。ホップ調整できるんですよ、これ。ホップ調整できるんですよ、これは。これ、ホップは、書いてある、書いてある。書いてあります、これ。可変ホップアップって書いてあるからね。ホップ調整できるんですよ、これ。これちょっとね、自分はできないですよ。ネメ先生、ちょっとホップアップ。上のバーを。プロデューサーがたまらず指示を出すっていう。なかなかない光景ですよ、これ。そこ引いて、ほら、ちょっと出てきてでしょ。何が。あ、出てきた。デメ先生、早くお願いします。あのカメラマンのプロデューサーが指示、10の指示出すなんて、もう何年かぶりですよ。そこやってみなさいよっていうのは、なかなかないんだよ。めちゃくちゃ面白い。何回行くぐらいしましたか。行く。じゃあ、自分が待って。行きますよ。もうポップがふらついちゃうから、ポップ上がり気味の方がいいかもしれないね。結構もう触れちゃうんで、どうしても弾道が。あの2人だったから、いや、それじゃやるんですか。ちょっと強めに駆け込みましょう。強すぎたね、強すぎたね。だと思うね。あれ多分3、4周回してるから、フラットじゃないと思うよね。やっぱ 0.12 だったからね、球の上げがいいね。球のせいか、今度は。ちょっとなんとか、あー、え、もうよしにしよう。よしにしよう。なんか、あれだね、ばらつきがあるね。行ったり来たり、行ったり来たりだね。ね、先生。僕、レベルさん、サングラスかけてるから見えないでしょ。あ、いいじゃない。じゃあ、ターゲットいきますか。下げていきますか。じゃあ、腹下げていきますか。多分ね、倒れないと思う。ちょっと試しに腹下げていきますよ。じゃあ、ちょっと。おい、監督、おい、発射。うそーい、シャイー。これでいく。これは気持ち悪い。打たれた方が面白いかな。いや、まずは、命中精度。命中精度。やっぱり。ターゲットまであります。ターゲット寄せましょう。はい、ちょっと入ってくれます。おい、いやー、これいいね、これね。技術部のお二人ですね。想像以上に、
大根おろし担当とターゲット担当。はい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 、そんなもんでいいと思います。ダンスもうちょっと欲しい、デメ先生は。欲しいって食べてもお前に会場用でしょ。うん、こんなもんといえばこんなもんじゃない。はいはいはい、これいいね。でもこうかっこいいっすね。子供の憧れですか。松谷の会は雑談。はい、新しく条例変わっちゃうからね。やっぱりね、こういう長物をね、実際の長物をね、やっぱりね、シャンプーね、やっぱりね、そうですよね。もうほら、できるじゃないですか。さすが、AD の皆さん、優秀な AD の皆さんですね。じゃあ、いきますよ。じゃあ、ルールどうするの。ルールどうしますか。じゃあ、1人5発はい打とう。ね、それでいいかな。動物園ほら、いい、じゃあ動物と今コンタクト取るため5発どこから来たんですか。デメ先生からじゃなくていいですか。デメ先生からもいいですか。1番はデメさんからじゃないですか。師匠だろ。弟子においしいのを取ってきますよ。玉だって、玉がちょっとね入ってないから。じゃあ 0.12 入れましょう。いやー面白いですね。10歳以上の10ってのね、デメリのデメちゃんってのは全然ダメなんだね。さあどうですか。もう地に足つかない感じでね。いつものようにいつもの、ね、カメラ向かってガヤが振るってガヤがひどい。俺バッチリですか。じゃあじゃあデメ先生からもターゲットに行きますか。じゃあ先に、はいはいはい、お願いします。はい、バッチリ入れて、はい、下これ上すごいよね、これ行ったらね。はい、下で、はい、うん、どこ狙いました、デメ先生。ラッキーショットでしょ。5発目、あら、名手デメ先生1枚で記録になっちゃう。1枚大丈夫ですか。そんなことありますよ。あ、そんなありますね、ありますね。そんなことあるんです。なんかちょっと、なんかいつものデメちゃんっぽくないですね。逆切れしてましたね、今ね。あるんですね。逆切れするのもデメさんですから。逆切れするのもデメさんなんですね。自分のことさん付けしましたけどね。評判の悪さは手が一品ですから。評判悪いんですか。悪いですよ。はい、悪いですよ、評判。そうなんですね。いいからじゃあ行きますよ。じゃあちょっと自分行かせてください。下の段に乗ってね。はい、行きます。はい、どうぞ。出しゃーよしゃー。はい、席かけました。どうですか、皆さん。精度バッチリじゃないですか。3枚行きました、3枚。じゃあ、どの動物から行くのかな。どこの動物、ね、どの動物から行くのかな。なんで加えようとしてるの。あなた、なんで加えようとしてるの、今。えあ、じゃあ、はらちゃん。はらちゃんか。じゃあ、はらちゃん、お願いします。席に行こう。はい、お願いします。はい。アドバイスは、アドバイスは、サイト通り。はい、あと、あと愛があれば、愛があれば、愛があれば、はい、お願いします。はい、いいですか。お願いします。1 2 3 4 5。あー、惜しい。いや、でもね、L4 じゃないからね。L4 じゃないからね。サトシさんに、サトシ君打ってもらえない。おい、おい、え、ナンバちゃん、ナンバちゃん、はい、おい、
はい、じゃあデビさんまたあのね、買いに行きますよ。はい、ですか。俺カレーの3万円もしたらさっとダメですよ。完全に俺あの AD 仕事させてた。カウントよろしくお願いします。はい、行きます。はい、1、はい、2、はい、3、おー、いったね。はい、4、あ、つかんだね。はい、5。おー、おー、さすがさすが。よし、はいはい、じゃあ今日はミスヤンかな。次はミスヤンで、はい、じゃあミスヤン、はい、こういうミスヤン。何ですか、スライスするんでしょうね。これスライスは大漬けにはよく起きる。ああ、持ってたんだ。ああ、持ってた。おー、いいね、いいね。じゃあもう一番、あ、あの右側壊れるんで左側だけで、え、右はダミーなんで。あれ持ってた、持ってたんだよね。なるほどね、なるほどね。これ、はい、お願いします。3発目、4発目、ああ。おお、今ね、とりあえず。ビジャー持ってたんだよ、ね。持ってたんだよ、ね。そうそうそう。さあ、大根の、大根の田村。じゃあ、なんかあの、あのね、あのサングラスかけてる。いやいやいや。あ、田村、はい、いやいやいや。じゃあ、お願いします。お願いします。まさみちゃんに打ってもらわないと。動物園、ボード起きるよ、さすがに。感動お願いします。ゆうさん、感動お願いします。あ、純ちゃんが持ってた。じゃあ、うち、はい、どうぞ。はい、1、お、1、お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 、あれ満車だったね、ほとんど。はい、はい、ちょっと待って。1、はい、あー、上行くな。あ、この距離変わったら違うんじゃないかな。あ、あの不良の子供はいいのかな。あの不良の子供はいいのかな。打ちたい、打ちたいかい。あ、打たなくていいですか。打ってください、打ってください。わずかにしましょうか。じゃあそれ、あ、大丈夫ですか。あれ、打てるんですか。あれ、打てるんですか。あれ、あれ、あ、すいません、ちょっと取ったんで。取りかぶれ、取りかぶれ、取りかぶれ。あれ、打ちかぶれ、打ちかぶれ、打ちかぶれ。いいか言ってよ。頑張った。よく頑張った。最初にしては上手。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 はい。はい、じゃあ、はい、デビさんね。はい、はい、はい。1発目。はい、1発目。1発目。あ、おお、お集め、おお、いや、まあ、戻っと、戻った、あれだ、また、あれ、うん、だって締めパートに入ってきますから、これ締めパートわからないよ、大丈夫大丈夫、みんなガーッと一緒にやってたあなたの出なきゃダメだ、隠れてるあなた。あ、え、わあ、カメラ、あ、どうもどうもどうも、すいません、はいはいはい、いや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 、ね、あのなんかデメさん、偽デメさんいましたね、今日ね。あ、そうですね。ね、偽デメさんね、ちっちゃいターゲットを3枚も落として、はい、いやー、偽デメさん、さすがですね。さすがでしたね。はい、じゃあ、どうですか、シュープアート、これどうですか、打ってみて。これいくらですか。これですか、はい、2億円あれば買えると思いますよ。あ、釣り来ると思いますよ。うん、だいたい2億円ぐらいですんで、釣りが来ると思います、はい、で、実際いくらなんですか。1万円以内、1万円、8800円から9000円ぐらい、ライトプロなんで、あれ、いや、1万円近いはずです、ライトプロは。おー、じゃあこれね、お年玉がまだ余ってる子供は買えるってなんですね。そうでしょうけど、余ってるんですね、はい、来年のお年玉はもう先取りするしかないですね、そうなったら。そうですね、デブさん。はい、そうですね。あー、ちょっと撮影中だから、撮影中だから、
困るんだよね、困るんだよね。子供っていいじゃん。子供っていいよ。打たれるや。打たれろや。あれダミってんだな。さっきコーヒーごちそう してないかったわ。お前してねえよ。じゃあみんな、良い子のみんな、当たったら痛いか試してみよう。それいけ第1回実験大会。さあ皆さんお待たせいたしました。ここからが僕の本領発揮ということで、こちら 15m ありまして、約ですね。で、打たれるプロ、完全に怪我は一切起きないということの前提のもと、15m の距離で実際に打たれたらボイズは痛いのか、はい、で、ジャックがもう、いや、ズボンじゃなくてもう上着も浮気もおかしなことになっちゃってるんですけど、あれジャックも壊れてるし、もうむちゃくちゃですけど、まあいいですかね。いいですか。そこはいいですかね、そのままでね。はい、まあ1日ね、もう立とうとしてるんで。途中下げていってもいいですけど、マイク当たっちゃう。マイクだね、これは。はい。もうその辺で、はい。とりあえず大丈夫です。ね、これで、よくわかんない。実はタップって両方開くんですね、これね。そうですね。でもそれは今壊れている。これは今両方開いてるんじゃなくて。まあ。下にだってそれありますもん、だって。いいですか。本当は、これ両方かかってるのよ。いいです。まあ、恵んでください、ね、タットを。タットください。本物じゃなくてレプリカがいいです。本物寒いんで。売ってますよね、パドックさんで。あ、誰かにくれれば僕はそれあげます。はい、まあ、疑われる側のプロと。まずですね、そんな中でですね、今日はね。今日打たれたいというやつらが、動物園の中からいっぱいいますので、誰を打ってもいいんですが、とりあえず打たれるプロというのは、どれぐらいの距離で痛みを感じるか、あとはヒットが分かるかっていうのをちょっとね、検証していきたいと思います。これ実は、一昨日模型パドックで若い社員が俺に打たれてました。フルサイズ電動ガンを弾速をグッと落として30ぐらいまで落とした銃で撃たれて、今度のねインドアゲーム全天候型のゲームフィールドをやりますので、パドックでそこでこれをワンメイクでやった時にできるかというのをですね、改めてやって、今度動画でちょっとやってみたいということで、ライトプロを使ってやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。十分もう疲れ切って、すいません、銃使わないで殴りに行っていいですか。あれは多分手で殴った方が効くと思うんですよ。だいぶよれよれ。さて、じゃあ一番奥の剛くんと同じサイズのところから、それはまずいですね。それはまずい。ドミタくんがですね、いらっしゃいますね。ここでまずちょっと線に振る、打っていきたいと思います。いきますね。痛そうな太もも狙いますね。違う今何限定なの。今こうやってたよ、一光さんのもの。10歳以上の受けたんだ。まずこの辺だって。そんなのはいいのかな。どう、俺狙ったところぴったりに。じゃあバイタル狙いってことなんだ。バイタル狙います。あれ当たったの分かるよ、音鳴るもん。どう？もう全然食らったって感じは分かる。分かる。音がするもん。痛みはもう全くないですよ。じゃあ下半身狙うんでちょっと離れてもらっていいですか。あれね、張ってるところ痛いんだよね。いや分かる、これピチって言うよ。あのね、結構痛いんですよ、この距離でも。ピチってね、ふくらはぎとか当たると分かるんで。じゃあ前方向に来て、また5m ぐらい近づいてみましょう。これぐらいの距離で打ち合うのがボーイズ多分多くなると思います、距離的には。じゃあもし動いてるやつを打ち殺そうとしたら、どれぐらい分かるかやってみたいと思います。ウロートに変わってるじゃん。ウロートに変わってるよ。
動いてるものを狙うときはフロートの方が効果的なんですね。これね、十分当たったの分かるぐらいですね。もうああいうダウンジャケットつけてるといいんですけど、布だとね音しないんだよね。ただ痛みはほとんどないと思う。チクッとするかもしれないですね、この距離だと。これぐらいです。あのね、打つのがひどいでしょっていう方いらっしゃいますけど、サバイバルゲームって打って遊ぶゲームなので、こっち側も打たれます。で、このボーイズクラスのものだったらダウンジャケット1枚だったらほとんどダメージ食らわないです。極端な話、自分のこの着てるジャケット1枚着てるだけでかなり痛みっていうのはなくなります。で、下半身行きたいと思います。いやいや、行くんですね。いやいや、下半身もここで分かってるから、分かってるから。近い、近いとどうなるか。近い、追いますよ。近い、近い、うん、これで下半身。靴は全然問題ないね、もちろん。で、張ってないところはそんな痛くないんですよ。いけ、そこからですね。下半身だとここら辺からで、まあ実際に自分も打たれてみましょう。これね、デメちゃん対決してもらった。いいですか？いいですか？これぐらいの距離でね。あー、いいですか？それで。痛いはこれ打ち返していいってことなんで。あ、俺、あ、俺、あ、俺、こっちにはカメラだよ。大丈夫、俺外さないもん。カメラだな。まあ、これぐらいの距離で普通に打ち合ったとして、自分の着てるの布、トレーナーと、タットっていう、これだったら痛みはほぼ感じないぐらい。じゃあまず口いきます。いいよ。じゃあおでこにしときます。いいよ。じゃあジャケットでいきます。あれ、大丈夫？この微妙なコースはどうなるの？あれ、打って大丈夫な人？あれ、いきます。どうですか？動いてたら気づかないかもしれないですね。あ、確かにね。動いてたらパチンと音鳴るけど、はい、痛みはほとんどないから、はいはいはい、あの本当にサバイバルゲームを真剣にやったら当たったのも気づかないかもしれない。興奮してるとね、もしかしたらね、走ってる時は気づかない。フロートでね、ここら辺ちょっと打ってもらうと。はい、じゃあどうですか、フロートで。いいですか？いいですよ。実際ボーイズに打たれてみると、はい、危ないって思われる方いらっしゃると思いますけども、お子さんが持っても安心して遊べるようにはなってます。ちゃんと気持ちいい。ふくらはぎだな、こりゃ。いや、銃口見ると今ふくらはぎだったんですね。あ、ここだとちょっとピチピチってくるかな。そう、空いてますからね、今ね。ジャケット空いてますから。あの、フロートの方が明らかに分かるね。単発だとやっぱり、はい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 、フロートでこれぐらいの距離で打ち合ってれば、はい、当たったなっていうのも大人でも十分分かる、はいはいはい。で、今度はあの、どんちゃんミニミで打たれるっていう企画がありますけど、大丈夫ですか？調整しますか？企画。いや、僕あの前回の、はい、前回のレビューの時にすごいので打たれて、もう悶絶しながらあの脇に履けてったのをみんながゲラゲラ笑いながらレビューを見たって僕すごい感動。なんか打たれる会好きみたいですよね。ね、みんなね。あの、僕らあの打たれる会じゃなくて打っても大丈夫だよっていうことでやってるんで、それは悪意があってやってるわけじゃないんですよ、実は。完全に悶絶しましたから僕ね。まあ、熊ちゃんが左にストップですけど。そうですね。だって隠れてないですから。隠れてないですからね。縦から出てるとこ全部当たってる。あ、じゃあでかい縦をね、あ、青と、はい、じゃあマガジンを抜いて、じゃあ見ますか、はい、抜く、置いてきて、出てきて、逆セレクターは動かない。あー、イエス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 イ。これ動かないのね、壊れてるのね。ダミーじゃないんですよ。壊れてるダミー壊れてはいない。壊れてはない。あ、そうなんですね。
でもこれで打たれてってさ、うん、遊ぶんだったらさ、うん、これアイスカイのこの距離入ればサバゲできるぜ、はい、うん、これいいね、面白い。これワンメイクでやったら絶対面白いよ、はい、俺は顔しか狙わないけどね。ん、それはほらね、近距離打つときはこうなるべくね、傷がつかない顔でしょう。傷がつかない顔でしょう。ねえねえ、俺結構サバイバルゲームの、うんうん、みんなに結構誤解されてる方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、サバイバルゲームで一番狙えるのが頭しかないんですね、うん、そうですね。これってもうどうしても真剣にやっててもそうなんですけど、はい、わざとじゃなくて、はい、建物から一番最初に出てくるどこって言ったら頭なんですよ、はい、目で目視するじゃないですか、はいはいはい、そうした時デメですか。だから、はいはいはい、こう出てきた時こうなるでしょ、はい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 、あ、デメがこう目だけ出てくる、ちょっとアップしておきます、はい、アップしておきます。こうなって、ここ頭でしょ頭出てますか、ああね、これ目だけここって出すわけです。目が出てますか。 目が見えてますよ。え、こうなって、こうなって、はいはいはい、え、はいはい、だからなるほど、頭を狙うしかないから、まあそうですね、一番最初に出てくる。キャップをしましょうとか言うわけですよ。なんでズボンなんですか。ケツが出てきたなるほど、なるほど。なんでって言ったらケツが出てきたからだよはいはい、はい、キレゲーかそうなんです、はいはいはい、だから、はい、打たれるときはここが多いから、お子さんでも何でもそうなんですけど、はい、ここって打たれるとやっぱり痛いじゃないですか、顔って。うん、なるほどなるほど。だから、はい、顔を保護するガード、フェイスガードは必須ですよって言われてるのが、はい、そういうことなんですけど、はい、それを守らないバカな大人はここにいます、うん、そうですね。で、歯は折れます。折れます、僕も折れました。はい、はい、5000円で治ります。なるほど。ただ、目は治らないです。で、目は治らないですね。で、目も治らないですけど、目も治らない目は打たれても、はい、確かにそうですね、治らないんで、はい、絶対にゴーグルだけはつけてください。そうです、ね、これボーイズだろうが18歳以上だろうが、はい、ふざけて打つ時だって、うん、あるじゃないですか。あります、あります。セーフティーではマージンを抜きましょうっていうのは、その事故が起きないように、要は打たないようにっていうのがありますから、はいはい、ボーイズを持ってるから、うん、フルサイズのものを持ってるから関係ないです、うん、打ち合いをするのを僕らは推奨してますけど、はい、装備はしましょう、はい、今回ね、ちょっと撮影の都合上シューグラーになってますけれども、本来はフルフェイスゴーグル推奨ということでね、はいはい、フィールドさんによってレギュレーションが若干違いますんで、その、まあ、場所場所でちょっとレギュレーションを確認してもらって、ちゃんと守るようにね、はい、していただければと思います。僕が今考えてるのは、これのワンメイクの時、大人はシューグラーでもいいですけど、はい、お子さんは必須でフルフェイス、はい、あ、なるほど。布じゃなくて、はい、樹脂でできてる、ワイヤーでできてるっていうやつじゃないとダメだって、はいはい、大人は、はい、中ぐらいでいいですよ。顔狙いますけどね顔狙うんですね。顔狙う、まあ、サバゲやってるとどうしてもね、まあ、今言った通り頭から出てくることが多いんで、はい、頭しか見えないときはじゃあどうするのっていう話になる。頭打ちますから、まあ、十分この威力であればね、はい、ピチッとデコピンされるぐらいの、ね、勢いでね、はい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 、ちょっとデコピンしといた方がいいですか。ちょっと打たれてない人を誘う。いや、打たれた人が、あ、このぐらいだなって分かるぐらいがいいですか。いいですか、いいですか、デコピンの方が痛いねこれ、どっち当たれ、ヒットヒット取ります、ヒット取ります。これより痛くない、ね、これより痛くない、変わらない。若干生若干、ね、重量があるんで、ね、0.12 じゃないからね。本当にそんな感じ、まあまあまあ、これよりは痛くないよ、デコピンよりは痛くないでしょ。痛くないです、はい、お子さんが打ち合いをするって言った時、はいはい、ご両親はどうしても何そんな危ないことって絶対なると思います、はいはい、逆に隠れて打つ方が危ないんで、うん、ご両親に言って使うっていうのが正しい判断です、はいはい、隠れて公園で打ち合いをしたなんかすると全然知らない人も打ってしまう可能性がありますから、はい、サバイバルゲームは推進してますけど、街中でのサバイバルゲームは反対です、はい、専用の場所を借りて、ルールを守って遊んでいただくことに、僕らはデメリューのスタッフ一同はそっちを、はい、押します、はいはい、ね、わけわかんないところで打つのは絶対にやめてください、はいはいはい、ね、やめましょう。本当に大人たちも遊べなくなるし、子供たちももちろん遊べなくなってしまいますんでね、はい、安全のルールを守って、はい、まあ、お父さんとかと一緒にできるとなおいいので、お父さんたちも興味を持ってやっていただければとサバゲーを思っております、はいはい、ね、翌日まで傷が残ることボーイズでやればないんで、そうですね、とりあえず何やってきたのって言われても、はい、島目見て、いやちょっと
すごいなんか6ミリの球で顔ばっかりでやってくれないでとかないわけじゃないですか、それだったら。だからあの、翌日にも女性もねできるっていうのが、汚れないとこだったら室内とかだったら大丈夫なのでよろしいかなと思います。でこれはかなり当たってましたから今の段階でも、良かったですね。びっくりした、もっと触れると思ったから。これはもう安定の、どうですか、安定のクライタクさんですか、ジアンドジーさんですか、 ASGK さんですか。HK さんですか。待つなや、殴られるの。あと刻印的にないんですか。あ、ないですか、大丈夫ですか、いいですか。もうボケ開けました、大丈夫ですか。はい、今回のレベルは何でした。ボーイズでした、ライトプロですね。ライトプロ、これいいですね。丸い星でございますね、相変わらず。やっぱり分かってたんだ。ジャパンじゃない。あ、メイドイン台湾ですね、本当に。ジャパン、これは台湾製なんですね。台湾、わざわざ台湾って書いてある。そうですね、まあそこは日本のメーカーだとしっかり出してるからいいんじゃないですか、やっぱり台湾作ってますよ、はい、非常にいい出来で、はい、したよ。そうですね、楽しかったですね、これは。なんか前半の下りのグデグデ還元は僕はもう一番楽しかったです。まあ視聴者的にどうかちょっとね、あのお見苦しい点があったかもしれませんがね、はいはいはい、まあ、撮影現場は大爆笑であったというね。まあ基本身内ネタで楽しめますからね。そうですね、そうですね。もうまあ、このようにね、まあ、視聴者参加型と、はい、視聴者なのか何なのかもうよく分からなくなってくる状態でありますけれども、まあ非常によくできて、これいいですね、レールもちゃんとこう手がいい企画なんですね。あのスタジオパートでやってます、もう全部その辺はやってますよね。じゃあ締めパートとかにこちらと、はい、というわけでですね、はい、このボーイズ使って皆さんに遊んでいただきたいなと、正直私たちデメリュースタッフ一同は思っておりますので、はい、ぜひこれをきっかけにしてね、これはライトプロシリーズですけど、これより、はい、一つ価格帯がもうちょっと安いやつがありまして、はい、5000円、6000円クラスのボーイズっていうのもあります、はい、さらに長いものはちょっとっていう場合はハンドガンからでもできます、それは3000円ぐらいからあるので、はい、18歳未満の子でも十分遊べるだけのラインナップが揃ってますので、はい、よろしければ興味があったらご両親をちゃんと説得して、はい、遊んでください、ね、ちょこちょこね、またパドックのフィールドオープンまでにこういろいろ紹介が、まあ条件が揃えばアイスカイでね2対2のミニゲームとかができればいいと思いますけどね、はいはい、条件が揃えばいやまあレビューとしてね、もうちょっとあの10金のやつもちょっと押していこうかなと。はいはいはい、ミニゲームもできるか。まあ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 、そうですね。まあ条件、まあこれぐらい人数いればね、遊べるかもしれないですけど、そうすると、まあ、時間もまたかかるのでね、はいはい、ちゃんとルール決めて遊び方の提供もしていきたいと思います。うん、はい、そんなわけでですね、はい、今日はあの非常に長い回にまたなりましたけど、はいはい、コメント欄の方にですね、はい、番組のご感想、ご意見、ご要望、はい、ご質問の三拍子というところと、はいはい、ドミちゃんへの不満、はい、不平不満、不平不満、さらにアカンへの不平不満、アカンさんだけでいいと思います。僕のはほらね、みんなね、褒め言葉しかあとひるまちゃんのグデグデ感。あ、ひるまちゃんのグデグデ感。はいはい。もう、いいですね。ひるまちゃんっていいですね。そうですね。ひるまちゃんってことでいいですか？ええ。で、あとはあの、はい、動物園のやかましさ。やかましさ。全員鳥、鳥類だったんだ。もう取り留めがなくなるんで、はいはいはい、なるほど、そういうですね、まあ、もし何か楽しいなと思ってくれた方が嬉しいです、はい、つまんねえなと思ったら見ない方がいいと思います気分を多分害すると思います。なるほど、なるほどね、はいはいはい、ですからぜひですね、もし興味あったら、コメントなどいただければと思います、はい、それといいねいただければ、あの私たちのやる気にもつながりますので、はい、この動物園がさらに活発になるからいいねはやめとこうと思わないで、まあ、動物園活発の方が面白いですから、よろしくお願いいたします、はい、それとチャンネル登録、はい、そうですね、私たち友達登録と、ね、はいはいはい、言い換えさせてもらってますけど、うん、まあ見りゃ分かるじゃん、なんかこれだって元々は友達じゃなかった、そうですね、
中お客さんと友達じゃない。そうですね、はいはい、まあ、まあ、YouTube からね、ざっくり言うと他人だったわけ。そうですね、そうですね、まあ、今も他人に変わりはないんですけど。まあ一応デメリを見てから、いや他人だったらよかったんだけど、身内になって仲間になっちゃいましたね、はいはいはい。だからデメリーの1年前まではね、皆さんね、別に知らない、ね、赤の谷誰だって街中で会ったらね、はいはい、絶対にもうね、こうお互いなんかなみたいな感じで街で今会ったら、おーってなるじゃないですか。デメリーって言ってね、そんな感じでも絶対気づかないでしょうね。もう今ではもうデメリーって言える中、うるいって、まあそういう一つのね、コミュニケーションのきっかけになってくれれば、他のところでもいいと思います。僕ら以外のところでね、フィールドであって、フィールドでね、皆さん会われた時にね、あれ声かけ合えば、デメリューって言えばね、はい、このメンバーだったらみんな返してくれますからね。おっ、デメリュー、デメリュー。はいはいはい、そういう出演してる本人はやらないのに周りがやってる。そうなんですよ、はい、でもよければぜひ声かけていただければと思います、はい、知り合いになってね、はい、こうやって楽しいこと言われてれば、うん、ちょっとなんか声かけられてる人たちが増えてる。そうなんですね、フィールドでちょっと声かけられたりとか、はいはい、あれ撮影のスタッフさんとかですね、クマちゃんですよねって言われたりして、いやあれ違いますって言ったりするんですけど、仕事中に言われる方もいらっしゃるって言われる方もいらっしゃるって言うのね、これね、いや嬉しい限りですよ。基本的に自分はあかんだよね、あかんじゃないです、そんなやついませんとかね、基本的に知らぬ存ぜぬを貫けと、何かあっても捕まっても知らぬ存ぜぬべきと言われてますので、基本的に仲間は売らないところで、ファンは減らすんですかね、それで、そいつのファンだって言われたら、それはやめた方がいいですわってね。僕でもそれすごくショッキングなことがあったんですよ。あ、そうなんですか。デミちゃん、デミちゃんってフィールドで騒がれた時に、あっちにドミちゃん、ほら、ドミちゃんいるんだよってデミちゃんが俺のこと言ってくれたんですよ。したら、え、誰それ知らないって。ちょっと俺、あの時、すげえショックでした。あの、なんか子供ね、覚えてる、覚えてる、覚えてる。あそこドミちゃんいいんだよってデミちゃん言ってくれたのに、え、誰、ほら、ほら、あそこにいるじゃん、いつも一緒にやってる、え、知らない。そうね、そのリアクションだったからね、子供って怖いよねって。いや、お客さんとして、ね、あそこにほらデメリのデメちゃんいるよって言って、あ、デメちゃんだよって言って、こう自分が隣に住んだねって言って、あ、出てるよ、知らない知らないって言ったりしますから、そういうのちょっと痛いんで、とりあえず知らなくても、あー、うん、そうぐらい、そうそう、そうなんだぐらいにしてあげると、いつも見てますよぐらいのね、嘘でいいです。優しい嘘なんで、優しい嘘、そうですね、そうですね、はい、そういうのは大丈夫、大事だと思いますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録していただいて、僕らと一緒に少しでも銃を ね、はい、使って何かいろいろやりたいなという感じの、うん、はい、ね、バラエティ番組でありレビューであり、うん、遊戯番組であったりとか、はい、というわけですから、ぜひぜひよろしくお願いいたします。うん、6時ぐらいになるとね、チャックも壊れてきて、いろいろともう何を喋ってるか分からなくなるということですが、本日はね、これだけの皆様の、方に協力していただいて、はい、レビューの方は無事に撮影を終える形ですね、今日は。そうですね、スタッフ募集はまだまだしてますから、まだまだしてます、はい、今日たまたまこんだけね、皆さん集まっていただきましたけど、たま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 青森から、たまたま長野から、そうなんですよね、本当に今日はカオスになるよって言われただけだったので、でもここはお互いに多分知らないんじゃないの、だって今日来るっていうのは、みんな最初の段階では大丈夫です、途中ではもう分かってたと思うけど、うん、みんなそれぞれ結構みんな知らないんじゃない、お互いに今日行くすっきり終わったし、僕、誰にも言ってないですからね、たまたま仕事が早く終わってきたんで、もう、まあ、そうなんですよ、はい、僕の中では、まあ、今日クマちゃんと浦さんと俺でやるんだなと思って、なんかどんどん増えてって、めっちゃ言いました。まあまあまあ、でも私はなんとなく、ああ明日はもう大変なことになるんだなとか思ってましたけど、連絡がね来てたんですね、難波ちゃんが来るかもとか、あそこ来るんだねつって、まあ4人か、じゃあいつも通りだなと思って、4人の中で常にもう時間考えてる、純ちゃんが来るんで、必ず動きするんで、純ちゃん来てこれで、ああワイワイできるねと思ったら、ワイワイじゃなくて収集つかねえって、ね、そうなっちゃいましたね、大根のマサイまで、はいはいはい。田村さんは俺の中で大根のまさみだから、大根のまさみなんですね、はいはいはい、いろいろとね、通り名があるわけですけど、わけでね、また長くなっちゃってるからもう、はい、俺からあと1時間喋り続けるんですか。はいはいはい、そうですね、はいはい、さあ、うん、
前半パート2人で頑張ってました、うん、今回ドミちゃんが頑張ってくれたんで、はい、締めは、はい、ドミちゃんと、はい、やっぱり青森からさっから聞いてくれた、はいはいはい、偽物に偽物に締めてもらうかじゃあ偽物はもう、はいはいはいね、はい、本物はもうちょっと純の知識はあるぞちょっと、まあ、もうちょっとだねあお前に教わることは何もねえそうですね皆さん心の中で殺してやると思ってますからねはい、それでは締めの方をよろしくお願いいたします、はい、どっちが何を言うかは打ち合わせをしないとスパッと決めてくださいねはい、じゃあお願いしますはい、そろそろ戻らないとそのホテルの方もちょっとまずいのでなるほど、なるほど、で終わりたいと思います、はいはい、今日はお泊りなんですね、こっち、一周1週間以上いるかな。あ、そんなに長い。一応沢家の方にも。あ、へえ。立花の社長みたいな。バイデン。そういう感じでいいですか。そういう感じですね。締めにならない感じですけど、皆さんまた、ご覧ください。はい、バイデン。